疲れた。レミ、ありがとね。勉強教えてくれて。いいえ。私の勉強にもなってるし、人に教えると結構覚えられるからね。そうなんだ。あれ？どうしたの？屋上に誰かいる？え？本当だ。なんであんなところに？まさか。行こう、レミ。お願い、間に合って。ちょっとあんた、何してんの？来ないで。私なんか、生きてる価値ないの。わかったから、ちょっと落ち着いて。で、レミ？来ないでって言ってるでしょ。命を粗末にしないで。生きたくても生きられない人もいるの。レミ。でも、叩いてごめん。辛かったんだよね。飛び降りようと思うぐらい。一人で、悩まないで。私が話聞くから。どうぞ。ありがとう。それで何があったの？実は私、最近いじめを受けていて。歌手になりたくて、オーディションのために髪を伸ばしてたんだけど、髪の毛切られてズタズタにされちゃってさ。他にも、トイレに閉じ込められたり、物がなくなったりするのはよくあることだったんだけど、もう耐えられなくなって気がついたら屋上にいたの。もう楽になりたいって、そう思って。そうだったんだ。ごめんね。気がついてあげなくて。同じクラスなのに。レミちゃんが謝らないで。私が悪いの。許せない。一体誰？彼に嫌がらせするやつって。それは、もし言いたくなかったら言わなくていいよ。どうしてよ。そんな奴ら、私が全員ぶっ飛ばしてあげるわ。そんなことしたら、あなたが退学よ、アリサ。ぐぬぬ。確かに。乱暴なことはしないで。お願い。わかったわ。でも、一つだけ約束して。もう二度と、飛び降りようなんてしないで。ごめんなさい。もうしないから。辛い時は一人で悩まないで。そうそう。私とレミが味方になってあげるから。ありがとう。さっき私を止めてくれたレミちゃんの言葉はすごく重たかった。きっとあなたにも辛いことあったんだね。なんとなくだけど、伝わってきた。まあ、ちょっと昔ね。でも、勢いで叩いて、ほんとごめん。おかげで、ちょっと目が覚めたよ。今日は、本当にありがとう。もう、大丈夫だから。また明日ね。じゃあね。
レミにもいろいろあったんだね。え？別にそんな大したことじゃないって。まあ、あえて聞かないけどさ。でも、すごい迫力だったよ。そうかな。おはよう。おはようって、どうしたのその髪。ああ、これイメチェンしたの。どう？似合う？めっちゃいいじゃん。カリン、ギャルもいけるね。金髪はやりすぎな気がするけど。これぐらいがちょうどいいかなって。もう誰にも負けないように。そっか。何よあいつ。調子に乗っちゃって。話って何？あんたさ、何調子に乗ってるの？その髪の色。別に、私の勝手でしょ。あんた、目障りなのよ。あれだけいじめてあげたのに、不登校になるどころか、金髪にして調子こいてくるなんて。もっと痛い目見ないと、わかんないみたいね。怖いよ。レミちゃん、アリサちゃん。でも、私、負けないから。何よ、その目。マジムカつく。すごいね。寄ってたかって、三人で囲んじゃって。何よ、あんた。関係ないでしょ。大ありよ。カリンは私たちの友達なの。だから何？どうするの？レミ。何よ、それ。今の会話は全部録音させてもらったわ。これを先生に渡したらどうなるのかしら、あなたたち。お前ら。汚い真似を。その言葉、そのまま返すわ。今まで、この子をいじめてたのは、あんたたちなんでしょ。3対1で、裏でこそこそやって、どっちが汚いんだか。もし、私たちの友達に次何かしたら、この録音したやつを、学校中に広めてあげるから、覚悟してね。お前ら、覚えてろよ。ありがとう、二人とも。言ったでしょ？私たちは、あなたの味方だって。でも、三人相手に立ち向かうカリン、かっこよかったよ。そうかな。あいつら、本当にムカつく。あの二人は絶対に許さない。今の会話は全部録音させてもらったわ。これを先生に渡したらどうなるのかしら、あなたたち。もし私たちの友達に次何かしたら、この録音したやつを学校中に広めてあげるから、覚悟してね。でもどうするの？そうだよ。あいつらにいじめの証拠、録音されちゃったし。私にいい考えがあるの。カリン、どうしたの？浮かない顔して。うん。あれ以来、チカちゃんたちから何もされてないんだけど、何もなさすぎて、ちょっと怖いの。そんなの心配しなくって。大丈夫だって。こっちはいじめの証拠を録音してるんだから、下手なことはできないよ。だといいんだけど。でも、そんなことで諦めたりしないと思うの。チカちゃん、昔からプライド高いし、
絶対に何か二人にしてくるわ。昔から？うん、前はね、仲良かったんだよ。でも、いつからか変わっちゃったんだ。そうなんだ。でも心配しないで。何をされても私たちは負けないから。ね、レミ。うん。だから、カリンは気にしないでね。ありがとう、二人とも。あれ？どうしたの、レミ。スマホがない。え？マジ？うん。カバンに入れといたのに。まさか、あいつらか？かもね。いじめの証拠を録音したのは、私のスマホだからね。どうしたの？二人して怖い顔して。チカ。何か、探し物かな。誰だろうね。人のスマホ取るなんて。かわいそうね。わかりやすいやつ。どうする？あの様子じゃ、仮にこっちが何か言ってもシラを切るに決まってる。そうね。明日先生に相談しよう。そうだね。アリサ。ん？どうかした？これ見て。なんて書いてある？スマホを返してほしければ放課後二人で体育倉庫に来いだって。早速来たね。うん。先生に相談する？いや、下手に相談すると私のスマホ帰ってこなくなるかもしれないし、大事なものがいっぱい入ってるからさ。そっか。よく逃げないで来たわね。私のスマホ返してもらってもいいかしら？これね。いいわよ。ロックの解除番号教えてくれたら返してあげる。はい、そうですかって教えると思う？そう。なら、このスマホはぶっ壊す。わかった。言うから。壊さないで。そのスマホには、私の大事なものが、たくさん入ってるの。だから、お願い。レミ。そう。番号は0428。私たちの声を録音したデータはどこ？下にあるファイルの中にある。これで私たちのいじめの証拠はなくなった。あんたたちがいくら騒いでも、もう証拠はないわ。もういいでしょ？スマホを返して。大事なものがいっぱい入ってるんだってね。ちょっとあんた、早くレミにスマホ返しなさいよ。返すわけないでしょ。こんなスマホ、私がぶっ壊してあげる。お願い、やめて。それだけは。レミ、アリサ、大丈夫？カリン。よかった、間に合った。お前たち、こんなところで何してる？先生。何をしているのかと聞いている。いや、これはちょっと二人と揉めまして。花園からすべて話は聞いた。お前たち、
花園をいじめていたそうだな。やだな先生、そんなこと私たちがするわけないじゃないですか。じゃあこれはどう説明するんだ。あんた目障りなのよ。あれだけいじめてあげたのに不登校になるどころか金髪にして調子こいてくるなんて、もっと痛い目見ないとわかんないみたいね。え、どうして。チカ、私たちもバカじゃないの。もしかしたらあなたたちが録音したスマホを盗みに来るかもしれないから用心してってカリンが忠告してくれたの。そうだからあの音声はコピーしてカリンに渡してあったの。お守り代わりにしてって。余計なことしやがって。三原、明日は親御さんにも学校に来てもらうから、そのつもりでいなさい。他の人間も同様だ。とりあえず職員室に来なさい。お前ら、絶対に許さないからな。チカちゃん。その後、あのいじめっ子3人は3週間の停学処分となった。チカちゃん、ごめんね。何があっても私たちは親友だからね。約束だよ。うん、約束。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。皆様のコメントもお待ちしています。ベルボタンを押せば新着動画のお知らせが届くので、ぜひ押しておいてくださいね。